ないなんて。いや違う。確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったのか。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。顔のついた触手を狙うのだ。もう一本も切り刻むぞ。町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。一気に畳みかけろ。